別府高原駅鶴見山上駅改修前のゴンドラ、鶴見号別府ロープウェイは、大分県別府市にある鶴見岳の山麓と山城を結ぶ作動である。近鉄グループの別府ロープウェイ株式会社が運行している。鶴見岳の山腹に設けられた別府高原駅と山頂付近に設けられた鶴見山上駅を約10分で結んでいる。車内からは、や湯岳、天気によっては、 四国薬十連山などが見渡せる。鶴見山城駅から鶴見岳の頂上までは徒歩約15分。当期には鶴見山城駅から鶴見岳の山頂にかけて無表を観測することもできる。1962年12月21日運行開始。運行開始当時101人乗りのは世界初であった。1986年に半期を 現在のものに更新。三条駅2階には、鶴見岳の冬の名物である無表を1年中観察ができる人工無表展示装置が展示されていたが、2010年12月に展示を終了した。2012年には、開業50周年を記念して、ゴンドラ2機の大規模な改修を行い、u 号は青色、鶴見号は赤色に塗装された。2018年7月14日には、 別府高原駅を改装。内装を木目調としたほか、案内を多言語対応とし、山上の様子を中継するディスプレイが設置された。半期は U5 と鶴見号の2期で各101に乗り、20分おきに両駅間を往復運転する。別府ロープウェイ株式会社は、大分県別府市、大麻南立石に本社を置く、近鉄グループの企業。 ベップロープウェイの運行を中心に、ベップロープウェイ高原駅付近にある山野総館や、九州常中間の経営も行っている。水分峠の水分峠レストハウスは、2009年5月末で閉鎖した。ありがとうございます。